今回は相手にやりたい、欲しい、挑戦したい、と思わせるムズムズ仕事術という本をご紹介します。本書は人のムズムズ感をうまく活用することで、自己アピールやビジネスの場で相手の心を動かすことができるという実践的な内容です。著者の市川ひろこさんは、もともと人間関係が苦手だった経験から、ムズムズの法則を発見し、それを活用することで、ビジネスで優れた成果を上げてきました。まず、人はやりたい、欲しい、といった衝動に駆られると、それに取り組まずにはいられなくなるという、ムズムズの法則について説明されています。このような心理状態をうまく引き出すことができれば、相手を自発的に動かすことができるというわけです。そして、このムズムズの法則を、会議やプレゼンテーションの場面で活用する具体的な方法が紹介されています。特に重要なのが 120% の段取りを立てることです。会議や商談の前に徹底的に準備を行い、台本を作成することで緊張によって話すべきことを忘れてしまうということを防ぐことができます。台本を作成する際には、プレップ法という構造を活用すると効果的だとされています。まず、ポイントで結論を示し、次にリーズンで理由を述べ、エグザンプルで具体例を示し、最後に再度ポイントで結論を締めくくるという流れです。これによって、聞き手の興味を引きつけつつ、自発的な行動を誘発することができるのです。さらに、自己紹介の場面でも、ムズムズの法則を活用する方法が紹介されています。短い時間の中で、誰に何を提供している、どんな人なのかを効果的に伝えることが重要だとされています。具体的な例示では、お肌でもなく頭皮でもなく、脳をマッサージするエステティックサロンを経営しております、山本優子です。といった具合に、興味を引く表現で自己紹介することが推奨されています。この本の最大の特徴は、人の心理を巧みに利用して、自己アピールやビジネスで成果を上げるというところにあります。著者自身が人間関係が苦手だった経験から生み出されたムズムズの法則は、コミュニケーションが得意ではない人にも、大いに活用できるであろう、実践的なノウハウだと言えます。特に、会議やプレゼンテーションの場面で活用できる、台本作成のノウハウや、自己紹介の方法は、ビジネスパーソンにとって大変参考になるでしょう。相手の心を動かして自発的な行動を引き出すことができれば、仕事の場面でも大きな成果につながるはずです。ただし、この手法を用いる際には、あくまでも相手の心を尊重し、真摯な姿勢で臨む必要があります。相手の気持ちを無視して、ただ自己目的のためだけに、ムズムズを利用してしまっては、かえって信頼を失う可能性もあります。この本で紹介されている手法は、相手の心を動かし、ビジネスや人間関係を良好に築いていくための一つの有効な方法だと、言えるでしょう。コミュニケーション力の向上を目指す人にとって、大変参考になる内容だと思います。